もん絶整体ミストブです。今回はね、ふくらはぎから足にかけての方を動画でやっていこうかと思っております。このねモデルさんね、あまり叫ばなくて痛がられなかったので、私の音声で伝えていこうかなと思っています。で、押さえてね、足の疲れがね、やっぱりね、お尻から背中に上がっていくよっていうのがもん絶整体ミストブの考え方なんですけれども、でやっぱりね、そこの部分でね、ふくらはぎっていうのはね、しっかり緩めていってあげないとなかなか緩んでくれないです。で、人間の体の 70% ぐらいが足の方の筋肉にね、ついていってくれてます。で、そこのね、足の筋肉をしっかり緩めてあげることによって、緩め終わるとね、やっぱり、ね、背中がね、すごく緩んでくれるんですよね。で、その背中が緩んでくれた上で、まだ硬いところを取っていくと、どんどんその肩こりとか首のところとか、気になっているところがね、全部取れていってくれるんです。なのでね、ちょっとね、やっぱりね、ふくらはぎとか太ももとね、抑えるとね、やっぱりちょっと痛みが出てしまうんですけれども、そこをね、しっかりとね、緩めてあげないとね、なかなか私もね、膝痛取れないんですとか、腰痛取れないんですって言われている方は、ぜひね、しっかりとね、足をしっかり施術してあげることっていうのをね、ご自身の中でも取り入れてあげてみてください。でね、なかなか肩こりが取れないとか、背中の疲れが取れないっていう方も、その足元をしっかり緩めてあげるっていうことをね、一度ね、やっていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、ご自身でする場合だったらね、半身浴でね、足をよくぬくめてあげたりとか、締め付けるタイプのタイツを履いて、仕事をしてもらったりとかね、私もね、最近ね、腕の周りとか足回りの太もものところにね、締め付けるタイプのね、タイツとか履くようにすると、やっぱりね、疲れてはいいとかね、力の入れ具合が変わってきたなってね、皆さんに言ってる、多分ね、自分でもやりだしたんですけども、全然やっぱり効果が違いますので、いろいろちょっとね、疲れが取れにくい方はね、それをやってみてあげてください。で、やっぱりね、締め付けてあげると、やっぱりね、本当にね、体の方が楽になっていってくれますね。でやってみてください。で、この膝裏あたりとかっていうのはね、どうしてもリンパ液が溜まりやすい場所ですから、腰痛とか膝痛なんかにもね、効果的な場所でございます。で、この方もやっぱりね、初めこの辺とかね、ちょっと痛いって言われてはいるんですけれども、全体的にね、そんなに声を上げられない方ですから、こうやってね、私のもん絶整体ミストブとね、ガイダンスでね、解説をしているわけですけれども、どうしてもね、やっぱ痛がらない人っていうのはね、強い方っておられるんですよ。で、足が痛そうにね、少し動いてますけれどもね、痛そうに動いてるからといって、見てて楽しいかって言ったら、そこまで楽しくなかったりとかするので、ね、こうやってね、動画解説してます。で、足のむくみに先生どうすればいいですかって言ったら、やっぱり足を締め付けることですよね。私もね、さっきも言いましたけれども、足のふくらはぎだけを締め付けるタイプのタイツみたいなのを履くようにするだけで、足のね、踏ん張りとか足のむくみとかがやっぱ取れてくれてますから、全然違います。ですからね、知ってる方、自分でお持ちのね、スポーツ用のものとか持ってるのであれば、それをね、ぜひ使ってあげてください。ぜひ使ってあげて、で、足のだるさがどうしても取れないから、先生他にスポーツなんかやったらいいですかとかよく言われたりします。もう一番いいのはウォーキングです。走るよりウォーキング、それもどれぐらい歩いたらいいんですかって言われるんですけども、5キロから10キロまで1万歩程度ぐらいですよね。1万歩程度ぐらいをね、やってもらうとね、効果的です。でも、あまりそれ以上やっちゃうとね、よろしくないですからね。今から太もも触ってきますけども、太ももってね、お尻にずっとね、椅子に圧迫されてますから、どうしても硬くなりやすい場所で、ここが硬くなってしまうので、腰痛とかね、膝痛、足のむくみ、腰の疲れですよね。で、そこにね、やっぱり効果的です。で、ここの部分ってね、自分で緩めようと思ってもね、マッサージガンで緩めようと思ってもちょっと難しいし、ストレッチポールとかのもう抑えるのも結構難かったりします。なのでね、当店のね、もん絶整体ミストブではね、ここのね、太ももの裏の内側、この辺りを特にね、重点的にね、押さえていくようにしていってます。ですからね、ここをね、しっかり緩めていってあげるっていうのはね、ある意味ね、しっかり緩めてくれるお店が
おすすめですね。ですから、まあ、近くのね、全国の皆さんの近くの店で、太ももを緩めてくれるとか、あとお尻をしっかり緩めてくれるんだっていう風なね、お店があれば、そのお店さんを大切に通われてください。でそれでもまだね足らないんだっていう風な方は、悶絶整体のねこのね動画を見ていただいて、ギャー痛いけどそれだっていうのをね受けに来ていただければいいんじゃないかななんて思っております。でやっぱりねこのね座り仕事だとね、どうしてもねここのね太ももの、太ももの裏側のところのね、特に内側のね膝の近くとか、あと、骨盤の近くとかがね硬くなってしまいやすいんですよね。硬くなったものっていうのはね、お肉の硬いものを、まあ、肉たたきハンマーで柔らかくするみたいな感じのイメージで、当店はねぐい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 抑えていってますから、それをねしっかりやってあげるとやっぱりね効果的に緩んでいってくれるんですよね。なのでねここをねぐい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 もう時間ねかかるまで抑えていってます。この三角形のものは何かって言ったら、筋肉をね内側の筋肉を押しやすくするために、三角形の、ね、骨盤のね、形を止めるやつなんですけど、それは応用して抑えるようにしていってます。でそこの部分をねちょっとね、しっかり抑えていくよみたいなね。で今タオルを使ったのはもう自分の手の汗がお客さんにつくのが嫌なのでね、ちょっと抑えていってます。でこの方もねここを押さえるとギャーギャーね、そこまで叫ばれなかったので、まあこんな感じのね僕の音声動画ガイダンスでやっておるわけですけれども、やっぱりね痛いのは痛いんですよね。でここがやっぱりね痛い方って、やっぱ膝とか腰痛、あと背中の疲れによく聞きますね。やっぱ使い方なのかな、左側だけが硬いとかか、あの立ち仕事で左に体重かけてる方なんかも結構おられたりとかするので、そういう加減があったりとかするとこの左側の部分が硬くなっていったりとかします。まあねできたらね皆さん本当にね湯船に浸かることとかね、半身浴とか、あまあ毎日歩いてあげるとか、ね、そういうあと締め付けてあげることですよね。こういうことをやってもらうと随分と変わってきますから、それをねご自身の中でもやっていただければななんて思います。でもそれがなかなかできないからこそ当店のね悶絶整体があるんですよね。はい、で今が、ね、内側の筋肉と外側の筋肉と、外側の筋肉もあるよと言ってます。で足のねこれね悶絶整体マックス2ですよね。外側の外側広筋アタック、またここの場所が痛いんですよ。痛いけどねここを緩めてあげるとね大臀筋が緩んでくれて、足の筋肉が全体的に緩んでくれます。ですからね皆さんもね受けられたことがない方はちょっとね外側広筋をしっかり緩めてみてもらってください。まあマッサージガンとかお持ちだったらね、自分でも外側広筋をちょっと緩めていってあげたりとかするとかなり効果的に効いてくれますから、それをねぜひぜひやられてみてください。ここをやるのとやらないとのとこでは腰痛の疲れの取り方が変わってきます。でそこを緩めるだけでね、今からねお尻の方を緩めていくんですけれども、お尻っていうのは頭からまあ神経が出てて、腰の疲れとか背中の疲れとして間違えてしまう場所なんですけれども、そこをねしっかりとねこういうふうに緩めていくと効果的なんですが、今方向ちょっと変わったのかな、今から緩めていくよっていう、これでね梨状筋とかねを抑えていくような感じになります。次回からねこのお尻の方の動画を流していきますから、今回はここまで。楽しかったかな。またね。悶絶整体みつのぶでした。バイバイ。